こんにちは。サポート行政書士法人の木下です。本日は宅建業の新規許可申請についてお話しします。吉村さん、宅建業の新規許可申請なんですけども、問い合わせはどういったことが多く聞かれますか？そうですね、やっぱり新規許可を取られる方っていうのは、審査期間がどれぐらいですかっていう、いつにぐらい取れますかっていうようなところが多いですね。審査期間ということなんですけど、具体的にどれぐらいかかるものなんですかね？宅建業の場合は申請先で都道府県になるんですけれども、都道府県での審査にプラスして協会に加入する必要があるので、その協会での審査と合わせて、考える必要があるので、協会加入の場合に協会が2種類あるのでね、どっちに申請するかによって変わってきます。大体ちょっとやっぱり2、3ヶ月見ていただく形にはなると思いますね。その2、3ヶ月っていうのは協会だけで2、3ヶ月っていうことですか？両方でですね。両方っていうのは都道府県。そうそうそう。そうなんですね。わかりました。では本日はですね、宅建業の新規許可申請についての、期間と問い合わせが多い項目についてお話ししました。